おつこめの日本、ディックやで。朝方にお祈りしてからもう一回寝ます。そして6時半頃にもう一回起きてですね、モスクに行く準備をします。で、今回ですね、断食明けの特別なお祈りが朝にあるんですけど、家の近くのモスクに行って友達たちと一緒にお祈りをします。モスクでね、お祈り終わってから帰宅しまして、朝ごはんの準備をします。1ヶ月ぶりの朝食なのでですね、特別にサンドイッチ食べたいなと思って、卵とツナを乗せたサンドイッチを作ります。まあ、自分の分だけじゃなくてですね、家族みんなの分を作ります。サンドイッチだけじゃなくてですね、コーヒーも飲みたいなと思ってですね、1ヶ月ぶりのモーニングのコーヒーは、特別なのでゆっくり入れてみたいなと思って、ゆっくりコーヒーを入れます。この1ヶ月ぶりのモーニングのコーヒーは最高でございます。めちゃくちゃうまいです。ちょっと9時過ぎたぐらいに子供が降りてきてですね、まあサンドイッチだけ足りひんかなと思って、おにぎりも握ってやろうかなと思っておにぎりも作ってあげました。おにぎりとサンドイッチを徐々に食べてくれる次女、そして奥さん、朝ごはん食べてくれてます。ちょっと遅れてですね、長女も朝ごはんを食べ始めました。マレーシア人の集まりのハリラヤのパーティーをやるんですけど、みんな料理を持ち寄っていくっていうパターンで、私の方ではですね、ミーゴレンを作って持っていこうかなと思って、今ミーゴレンを作っています。ミーゴレンっていうのはですね、マレーシアバージョンの焼きそばみたいなものです。必要なスパイスとか卵とか入れてですね、よく混ぜ混ぜすれば、完成です。そしてタッパーの中にですね、それを移して、追い卵もかけて、これを混ぜ混ぜして、完成っていう感じですね。パーティーの服に着替えて、家族と謝り合いの行事を始めます。毎日叩き起こしてごめんなさい。これからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バイバイ。ちょっと待って。わー、はーい、あざーす。はい、はい、次なんか言うことない？なんか言うことない？卵こぼしてごめんなさい。はい、いろいろよろしくお願いします。知らないはずだよ。はい、まだやめて。パーティーの会場は家から車でだいたい1時間ちょっとぐらいのところにありましてですね、松本市というところなんですけど、そこのホールを借りてまして、マレーシア人だいたい40人ぐらい、子供も入れて集まってパーティーをやります。コンテナのフロー、コンテナのフロー、みんなが様々な料理を用意してくれました。もちろん伝統的なレンダンとかナスインペももちろんありますけど、それ以外もですね、お菓子ですね、マレーシアのお菓子だったり、ハリライアの時にしか食べない特別な洋菓子もたくさん用意していただきました。ちなみにハリライアっていうのがラマダン明けのお祭りで、海外ではエイドフィトリとも言います。マレーシアではですね、朝起きてモスク行ってお墓行ったり、その後はですね、家族と謝り合いして、そして綺麗な服を着て、親戚のお家とか行ったりして、とお年玉とか子供たちにあげたりするような感じのお祭りになります。今回はですね、立食パーティーみたいなもんで、みんな好きなものを食べたり、いろんな人と喋ったり、この繰り返しのような感じのパーティーになります。私が食べたのはこんな感じですね。これは一部だけですよ。続いてはですね、大人たちが子供たちにルエライアっていうお年玉みたいなものを渡すイベントになります。ホールは5時までぐらいしか借りられなかったので、お片付けタイムです。家に帰ります。私は
たくったら今度マレーシアにいる家族とフェイスタイム経由で謝り会です。かなりご飯も余ってたのでそれを持ち帰って家族とまた食べました。それでは以上、リッキャタでバイバイ。